授業を始めます。今日は珍しいトラックを紹介します。普通のトラックに見えますが、あら、荷台の後ろにもう一つ荷台がつながれていますね。こちらはダブル連結トラック。全長がおよそ23メートルもあるんだ。これまでの2倍の荷物を運ぶことができますね。物流業界では来年4月からドライバーの時間外規制が大幅に強化されるため、深刻なドライバー不足が懸念されているんだ。物流の2024年問題ですね。そう、ダブル連結トラックは一度に2台分の荷物を運ぶことでこの問題を解決するのが狙い。国の規制緩和を受け、大王製紙が四国中央市と埼玉の間で実証実験を行うなど導入を検討しているんだ。やはり物流業者は我々の商品を最後届けていただける大切なパートナーです。そのパートナーの皆さんと一緒になってこの問題に取り組んでいきたいと、そういうふうに考えております。物流業界の救世主として期待がかかりますね。現在導入に向け安全対策などのルール作りが行われています。交差点の右折左折曲がるとき、やっぱり内輪差っていうのがすごく普通の他のトラックよりもあるので、そこの巻き込みとかは注意して運転してます。私たちの暮らしを支える物流の新たな形に注目です。